雨降ってきた。今からマーシの家に行ってきます。バイバイ、アンニョン、 See you later。 桜が綺麗だよ。すごいな。今日雨の予定だったから桜桜恋恋恋桜桜恋恋恋桜桜恋恋恋はい、どうぞ。お邪魔します。ダメよ、うるさい、すいませんよ。おい、ママパチパチ。お父さん、あ、おはよう。めっちゃおしゃれ。おはよう、おはよう。あれ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 、なんでやったの。私物なんで、ありがとうじゃなくて、私物なんで。ゆりちゃん、おしゃれな家でしょ。ね、おしゃれ。やだー、なんでボーダー。あ、かわいいじゃん。見たボーダー、見たボーダー、あ、リボン、あれ、あ、おそろー。ワイルドパンツ、ね、ワイルドパンツ、ポッケもついてる。もう、ももちゃんもついてるでしょ。今日もかぶっちゃった。あれです、ポッケ反対。おいおい、死んじゃだだだ、死んじゃだだ、やだーやだー、あげすぎ、やだ。あの鍵、はい、そうやだ、信じられない。あれまた泣いてるよ。あれちょっと、また泣いてるよ。今日は小さい穴が100個ぐらいあるね。そうでしょ、前1個しか開いてなかったから、うん、通気性が悪かったわけ、ね、だからこんなに開けてきましたよ。ちょっと待って、穴が開いてない靴下はないんですか。ない、ありません。靴下は好きじゃありません。あー、なるほど。基本履きたくありません。基本履かないもんね。脱いでやる。今日は私もワイドパンツにこの靴下履こうと思ったんだけど、靴下に穴が開いてる。全部穴開いてんの。もうみんな穴開きばっかり、みんな穴開きばっかり。通気性がいいのがいいわよね。マーシ、何かあげてくれてる。チキンナゲットよ。マーシはね、油をたっぷり使うからすごく美味しくあげられるんだよ。違う、蓋付き、すごいよ。何を食べてくるんだよ。それ、杉谷局のポイントでもらった。違う、買った。杉谷局のポイントは、こちらの後から来る赤目さんの担当。後ほどさん、後ほどさんね。あ、なるほどね。杉谷局ポイント、あのこちらのマシさんは、はい、あのこれがあるから。あ、そっか、ポイントいらんね。そうです。あ、そうですね。セレブなのでね。セレブなのでね。シャツが似合うね、またね。ありがとう、ありがとう。おしゃれ、こんなお皿ね。ねえ、木のお皿に卵入れてるよ。食洗機かけれるんですか。え、食洗機、それ食洗機かけれるんですよ、ね、ですよね。私はかけれないものをかけて曲げるタイプ。やっぱりおしゃれですね。食洗機もこんな、ね、まあ、しゃれとるね。エコモードもあります。今ね、これ免疫塗りハマったのが良かったら塗ってるけど。結構です。結構です。塗っていただかなくて。深みある茶色とか塗るけどいい。結構です。それではそこのデッキ、うん、自分で塗って。そうでしょ。すごいじゃん。はい、来た。あ、後ほどさん来た。あとほどさん来た。あれ？後ほどさん。あー、いちご屋さん来ましたね。うわー、すごいイチゴがいっぱいあって。あれ？あれ？ワイパーまたかぶった。あれ？あれ？イチゴ、ちょっと仕事しすぎて目がイチゴになってるけど。またワイドパン、ワイドパンツで、ワイドパン、みんなワイドパン、リアさん、私、ちゃんとある。あらまー、ユーの差し入れが入りました。ありがとうございます。大好き。バタバタ係やってくれます。かわいいな。
あの後ほどさんが水出せなくて困ってますよ。シャレ取るから分かんないから。私もできなくて。ここはここですね。そうなんです。うちはこうな、そう、いろいろありませんけど。これ何？枝豆。枝豆。嫌いな人は常に入れとるじゃん。そう、嫌いだけどさ、言われた？ほら、後ほどさんが入れてて食べれないんで、作るんですけど、あいつが喋っとるだけで支度しねえからさ。そうね、ゆり子がやるしかないね。あ、ほんと？やっとる？あ、そうかそうか。後ほどさん、後ほどさん、後ほどさんのメイン取るじゃん。じゃあ、シャレとるね。ゆり子はあの丁寧ですね。あ、そうそう、すげえ。あの全然違うよね。一色のお姑さんから教わりました。教わりました。ね、一色の海苔をこう焼いてね。そうですよ。で半分に切って巻いて食べます。まあ、手で切れるんですけどね。そうですね。今 IH の時代ですから。はい。なかなかこれが焼けないっていうお宅も多いですからね。そうですね。トースターを使えばいいんですね。そうです。なるほど。あやさん家が持ってきてくれたお鍋はうちでは使えませんでしたから。そうですね。なんで火が使うんだ。ガス専用。そうですね。ね、こうやってぜひやってみてください。はい、ちょっと待って、今からあのほら、あ、ほら、オシャンティーな、オシャンティーなやつ。これがオシャンティーじゃない。これにね、これはおー、た、そうだね。冷やして、ちょっと冷凍室入れとったの。もう準備がいいですから、マーシは。中身はでラッパだけどね。あ、のどこしだけど。のどこしだけどね。はい、あやさん、今日ビール買ってきましたよ。なんかごめんね。ビーってか、泡書いてあるでしょ。泡って。と年間のビール、いるから。そう。瓶ですから。それ飲みちゃうのかい。そう。じゃあちょっとビール。これには勝てない。あ、いいね。あ、泡がすごい、泡がすごい、泡がすごい。なんかすいません、ドライアイスみたいになってます。素敵。はい、ちょっとチェース。チェース。あ、入ってない、入ってない。あ、マジマジ。じゃあこれでちょっといい、ちょっといい。はいはいはい。めちゃくそだな。食べないよ。じゃあこういうふうにならかせ。取っちゃう。めっちゃ重たい。あ、なんかやばい。じゃあって用意したのいいじゃん。あれダメじゃん。ジンマシン出ちゃうよ。ちょっとジンマシン出ちゃうよ。アルコールダメじゃん。大丈夫？ストレスだよ。大丈夫？大丈夫かな。あれ倒、あれ倒れるじゃない？あれ大丈夫？ああ、意識を失った。意識を失った。大丈夫？大丈夫？大丈夫？ママ飲んで頑張ってみて。嘘つけ。よい子の泡ビールや炭酸飲料って書いてあるし。嘘つけ、バカ野郎。起きろ。あんたたちが飲んでもいいよ。はい、ですよね。あれ、女優さんだ、女優さん。女優なんだから。じゃあ、あかねちゃん、なになに最近さ、これよく入ってくるんだけどさ、流石、流石、今何つった？流石、流石、流石、流行り、どういう意味？それ石が流れてくる。違う、あ、流れてこう、あれはさすがって読むんだ。さすが流石でしょ。ももちゃん日本語はバカないからねえ。流石ちょっと短く、せめて音読みにするなら流石にしてくれる。流風石ね。そう、流風石にしてくれる。だけどあれさすがって読むから。さすが、さすがはないよね。あやさ、あの人たちさ、さすが流れる石って書いてさすがって読むよね。さすがだよ。流石って言ってるけど流石って言ってるけど、どう思う？結構習ったと思うんです。な石、さすがってやって出てみな。見て、さすがって出てくるでしょ。さすがでも出てきたけど、流石でも出てくるはずだよ。出てない。流星じゃない？流石出てこない。出てこないか。ほら、みー違うよ。流星だったんじゃない？ワインポイントレッスンでした。私は食べた。食べよう。いただきます。どうぞ。お皿は？はい、用意できるの。美味しい？美味しい。うん。カイワレと、うん、マグロとイクラ。おー、最高ね。うん。あやさんは？これ優勢。こじんまりしたやつ。地味だよ。こじんまりしたやつね。おいしい。まゆー。
どうもこんにちは。こんにちは。どうですか。なんかの虫に見えてきた。虫に。うまい。カブトムシです。カブトムシ。カブトムシ。美味しいです。あ、うまい。あれあれ、アトホトさんがシーチキンをすごく美味しそうに食べとる。刺身食べれない人がすごく、アトホトさん、ブスアトホトさん、ブスで貧乳で性格が悪いだった、最悪、これから歯が出とるだった、ナオコさんで、うん、そうそう、フィフィさん、フィフィさん、フィフィさん、この人は誰に似てるかな、な、いないな、誰、はい、はい、終了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 、ないな、ケンナオコさん、ケンナオコさんに似てるんだったっけ、違います、誰、じゃあ見せて見せて、ミラチョモビッチです、これだって、あ、あら、胸の辺が全然似てない、ないないない、谷間できてない、誰が言ったの、ね、これ誰が言ったの、美容師の人が言ってる、まあ美容師さんは営業と営業だもんね、営業だから、営業、営業、ほらほら、もうこれから謝って、ミラチョモビッチです、謝りなさい。どうもすみませんです。はいはい。はい、あ、マジンチ綺麗だよ。え、ゆりこんちは？ゆりこんちは？ゆりこんちは？いい感じちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃい。メガネンチは？広いよ。なんだそれ？ゆりこのうちだけ狭い？でもゆりちゃんが一番好きじゃんね。違うよね。あかねちゃんだよね。意外とマーシーだよ。マーシー。あかねちゃん。あかねちゃんと。ももちゃん。ももちゃんと。ももちゃんと。あと。あやこ。あれ、ゆり子だけ、ゆり子だけ選ばれてないよ。あら、あれ。一番面倒見てやっとるじゃないかい。まだちんちん見る正解。今日も見ました。なぜなら、あなたが見てましたから。ね、ええ、うん。わざわざこうやってるわけじゃありませんから、ね。こう入れてみたの。ゆうせいでもちっちゃい頃さ、ゆりちゃん好きってずっと言ってたんだよ。好きじゃなくなっちゃった。うん、悲しい。やっぱ大好き。ああ、よかった。チューしてあげて。ゆうせいくん、チューしてあげて、チュー。チューチューチュー。いやほっぺ、ほっぺやってあげて、ほっぺやってあげて、はい、ララちゃん、チューは、ママチューは、ママ、ゆうせいとしたのにララしてくれないの、あれ知ってんよ、ほら、ゆうせいの後だもんで、ちょっとやってよ、後味がもう一回やる、おー、すごい、お、なんか、顎、あれあれあれ、顎食い、顎食いしてくれたけど、ゲットドルブー、ゲットドルブー、え、ぶちゃってんじゃない、これうまーし、マジは料理がうまーし、揚げただけおいしい、でもね、揚げ方がおいしいだよ、上手なんだ、上手、上手、これどんどん焼き、これさ、食べたんだけど超酸っぱいね、これ酸っぱい、結構これあの韓国の人にはちょっとおすすめしたくない、ちょっと口に合わないと思う、韓国は薄味なの、韓国人にはピーパンを、韓国の人にはこのピーパンをおすすめします、でね、あんまり売ってないんだよね、これ売ってないよ、これね、ピーパンね、私豆だけが好きじゃんね、こんなもんで、ブルーさん、ブルーさんブルボンさんブルさんブルソン、ちえみかと思いました、ブルソンじゃなくて35分出てくると思ったあの、ブルボンさん、ブルボンさん、あのね、これじゃなくてこの豆だけ20個入れて150円でいかがでしょうか、ここであの販売お願いします、私買いますんで、私は豆以外のこっちのが好きです、こっちの方が好きな、ほらな、やっぱりだで、みんな違うね、私は豆だけがいいじゃんね、だからブルボン、ブル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 ボンさん、よろしくお願いします、35億マシのうち何もかもシャレとるから、うん、また西尾の、西尾の方、お茶欲しくなりましたか、もちろん、そうだよね、食後は番茶、煎茶、カリガネ、いやでも年取ってからだよ、あ、ほんと、私はね、あ、ほんと、
弟お母がいるからさ、ついでにじゃあつって。あ、なるほどね。若いね、お父さんとお母さん。ビールしか、ビールと酒だもん。うちはね、出てこないじゃん、お母さん。そうだね、短命だと思うよ。短命、短命短い。こういうお茶飲んでる人の方が長生きだんだよね。あ、そうだね。うちは、じゃあ飲まない。私はじゃあ飲まない。お茶飲むな。なんでだ、早く死にたい。ごめんね、こういう食堂長いでね。そうだね。津波でも熱中にかかって美人白麺目指してます。ちょっと韓国人は胸焼けするもんで麦茶にしときます。あ、緑茶とか無理。あ、そうなんだ。あ、なんか濃くてね、胸焼けしちゃう。カフェインが入ってるもんね。そう、カフェイン、コーヒー用に取っときたいじゃん。そう、ちのおばあちゃんは、夜は、濃いお茶を飲んじゃいかん、眠れんくなる。そう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 、そうだよ。眠れんくなる。あ、言っとったね、この間ね。結構カフェイン強いと思うよ。強いよね。コーヒーも飲んでないけど、同じような感じで寝れるもんで、よくわからない。私これも水割りで飲んじゃうもんね。水割り。もう飲む資格なし。もう飲む資格なしよって犬かよ、私。開けれる、開けれる。力がない、力がないか、弱い、細い腕で開けれないわ。なんか言いなさいよ。もうちょっとこう、ふわっと。か弱いからできないわ。誰も突っ込まない。ほら、でも綾子なんてね、これどうやって開けるのかな。さすがマーシー。さすがマーシー。あー、イエーイ。またビデオブリッコしたのかわいい。キモい。どんだけ。綾さんは今日も飲む気でね、車も置いてきたんですよね。はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、私なんでね、大丈夫ですか。はい、ちょっと飲みください。どうぞ飲んでください。じゃあ失礼します。なるほど。こらこら、えどうしよう。お菓子がいっぱい、お菓子がいっぱい、おやつタイムです。あやちゃん見て、こうやってやるだよ。刺しますよ。すごい、知ってた。刺しますよ、いいですか。ゆりさん、こういうのはやるね。ここで任せて。こういうの知っとるから。ここよ、ここ。誰かさんこうやってたけど、ここね、こうやってるもんね。こうだよ。違うね、ここの違いね。皆さん大思いました。あれ、今何持ってんの、あやちゃん。これ、マーシュおすすめのどんどん焼き。どんどん焼き、いいしわよ。どんどん焼き、昔からありますよ。お酒のお酒のためにはどんどん焼きです。ねえ、おしゃれなのに。これ愛知で有名な茨城県のだった。やっぱり韓国はアボカドだもん。韓国違うわ。カスガイです。カスガイ。愛知県ですね。高浜ってなんか有名なのあります？高浜、高浜って言えば何？河原ですね。河原だね。河原。ゴール。マシはなんと年賀状をゆり子西尾に住んでんだけど、何で送ったっけ？岡崎市。岡崎市で送ってきたからね。やっちゃってました。岡崎市忙しいもんね、年賀状の時期さ。住所がなんだって。そうだね。個人情報のためうちの町名は言いませんけども、ね、岡崎市町って入ってきました。だけどよく届いたよね。郵便番号で、郵便番号でね。名前来年気をつけてくださいね。そうですよね。はい、皆さん、安城市は何が有名ですか？知ってます？ももちゃんですかね。そうですね。いちじく、ケージアジマと、いちじくですね。全然有名じゃないんですけど。あとね、知ってる？明治用水の都築夜行さん知ってる？明治用水知ってる？知ってる？知ってるよ、友達連れだもん。え、連れだよ。連れだ。え、ち、本当に？連れだよ。え、名前何？やっちゃん、やっちゃん、やっちゃんの中。やっちゃん、あっちゃんの中を。え？え、ちょっと待って、名前なんて。鈴木やっちゃんじゃん。鈴木やっちゃん。居酒屋でよくあるね、やっちゃんね。知らねえよ。知らねえ。知らねえのかよ。そうだよ。だから、明治用水のおかげで、あんたたちは野菜を食べてるわけよ。あ、今やっちゃんかね。あ、ごめん、やっちゃん。それで野菜を食べとるだよ。知っとる？知るわけないかな。知るわけないか。知らんよね。水が足りてない。あ、やっちゃんから電話。水が足りてないって。安城市から送りますんで。もっと重ねて。西尾にも重ねて。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 少しの。水届いたって。あ、水届いたって。あ、よかったよかった。西尾ってさ、何有名なのある？なんかある？世の中もめっちゃ東京と同じくらいあるよ。そんなないだら。安城が一番でしょ。
はいちご町が有名だよ、福地にある。とちおとめ、栃木でしょ、いちごは。ここ、ここ、ここ。おい、西尾観光大使にはなれない私だけれども。西尾、バカにするなよ。おい、土下座しろよ。あれ、なんで土下座せなあかんの。西尾をバカにし、西尾何がある。あ、抹茶でしょ。抹茶、小豆。どこの抹茶か、宇治だから。京都だ、奈良か。おい、もう土下座しろ。あんたの娘はどれだけは抹茶アイス食ってんだと思ってんだよ。確かに150個ぐらい食べてきましたね。そう、抹茶大好き。申し訳ありません、バカにして。抹茶は何も言えねえ。今度着陸して送りますね、抹茶。ありました。ポップコーンがなんでこんな取る。ハプリング、ハプリング。もう一回やり直せ。大丈夫かよ。あ、まあいいね。ハプリ、ハプリ、ハプリ。一人で2個開けちゃったじゃん。ね、もうダブル飲み。もうほんで誰も飲めんくなっちゃう。赤根菌がつく。ちょっといちご取りすぎて頭おかしくなっちゃったじゃん。ラブラブで飲みたかったんじゃないの。腰が飛んどるじゃん、頭の上。大丈夫。そう。春はね。春はね。やんでる。大丈夫。せーの。みんな見てくれてありがとう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録しろ。わお。わお。